はい、あのフルーツバスケットウィークと題しまして、はい、スイカを持ちながらちょっとインタビューを行っていただきたいと思います。はい、はい、ちょっとだけ、ね、重っちゃんとスイカスイカを持ちいただいて、これ下ごと、あ、でも大丈夫ですね。詰まってるわ。詰まってます。フルーツバスケットウィークというのは、はい、嘘で。え、何ですか。こんなこうバスケットをやってる人ってこういうことをするんじゃないかという偏見を実は集めてまして、スイカをお持ちいただいたのは調査の一環でしてですね、大きな丸いものを見つけると片手で掴もうとするっていう偏見なんです。こういうこと。そうです。いや、もうこれ明らかに重いじゃないですか。モテる自信がもうそもそもなかったから、メロンあたりだったらいっちゃうんじゃないですか。はい、もう気持ちちっちゃかったら。片手で、両手かな。やっぱり両手でバスケットボールは使うんでね、これあんまり片手というよりかはこう両手で持つ。あ、されてましたね、無意識に。それは無意識、無意識です。無意識、はい。それはベンドラメ選手だけですかね。いや、そんな、なんていうんですか、身長に対して手が大きくないので、その普通のバスケットボールはあんま持てるタイプじゃないので、はい、それがもし僕が軽々と思ってたらやってたかもしれないですけど、あ、こう持つかもしれないですね。持つか、はい、ガードに入れるってなったらやっぱ片手でも取っちゃいますよね。主婦の方どうされてるかわからないですけど、両手やりますか。そうですね。